スーパーマリン・シーガルスーパーマリン・シーガルの試作初号機、PA143 スーパーマリン・シーガルは、イギリスの水陸両用の軍用飛行艇であり、スーパーマリン社で製造された最後の機種である。第二次世界大戦中に設計が開始されたが、初飛行を行ったのは戦争終結の3年後であり、収益することなく開発計画は破棄された。 1940年10月に A 航空省はスーパーマリン車とフェアリー車に対しスーパーマリンウォーラスとスーパーマリンシーオッターを代替するカタパルト射出可能な水陸両用の偵察着弾観測機を求める要求 COS1240 を発行したスーパーマリン車製の試作機3機は1943年3月に発注された ウールストンの施設が爆撃を受けた後に、スーパーマリン社の設計事務所が移転する必要があったために設計作業は中断された。風洞による広範囲な空力テストが要されたことと、搭載エンジンをロールスロイスマーリンからより強力なロールスロイスグリフォンに変更したことにより、開発作業はさらに遅れた。また、1944年に偵察。 着弾観測機から水難救助機へ変更された要求 COS14-44 が発行された。この変更により設計上備えていた4連装銃当が撤廃された。シリアルナンバー PA143 が与えられたシーガルの試作初号機は1948年7月14日にサザンプトンウォーターでテストパイロットのマイクリス号の操縦で 初飛行を行った。試作2号機は1949年9月に進むぞらし、同年遅くには空母アクロイヤルで航空母艦での運用試験を行い、この試験中に5名を搭乗させられることを実証した。ロケット補助装置を使用した離陸も実験された。1950年代初めにヘリコプターが水難救助任務を担うことになり、 1952年に2機の完成機と1機の半完成機は廃棄処分にされた。シーガルはパイロンを介して胴体とつながった2本桁のパラソル型主翼を持つ全金属製の機体であった。1機のロールスロイスグリフォンが2重反転プロペラを駆動し、ラジエーターはエンジン下のパイロン内に収められていた。パイロン後部は2つの窓を持つ、 観測隕石になっていた。エンジン直後の主翼上面にはアイボルトが取り付けられており、クレーンを使用して水面から環状に簡単に液体を引き上げられるようになっていた。スロッテッドフラップと全幅にわたる前円スラットを備えた主翼は、環状に収納する場合は、小スペースのために折りたたむことができた。前桁のピボットと後桁に取り付けられた電動式。 スクリュージャッキで主翼の取り付け角度を変更することもできた。この機構は失速速度の低下と揚力の増加をもたらし、主翼の大きさ自体も小さなもので済んだ。機体は小型であるということは、関西機としては重要な要素であった。スーパーマリン車はこの機構をタイプ322でテストし、テストパイロットのマイクリス号がシーガルをわずか35マイル毎時の 速度で飛行させて、その有効性を実証した。1 9五十年七月にレスコルクホーンの操縦で、エアリーグが主催する競技会で百キロメートルコースを、平均速度二百四十一点九マイル毎時で、飛行して、水陸両用機部門の記録を樹立した。停滞は、チャインを持つ、通常のフレームとロンジロンで構成され、背面フィンの上に両端に、 小さな垂直尾翼を持つ非常に大きな植え替えリズムのついた水平尾翼が乗っていた。テスト中に試作初号機が両方向の安定性に欠けることが分かったため、後に中央部に3枚目の垂直尾翼が追加された。これは製作中であった試作2号機にも追加された。機体側面に引き込み式の膠着装置は簡単に取り外すことも可能であり、 純粋な飛行艇として使用する場合は 180kg の重量が軽減された。シーガルには空母着艦用にアレスティングフックも備えており、主客収納部の直上には、ジャトロケットブースターの取り付け部が用意されていた。乗員は通常3名で構成されていた。水難救助活動中は、パイロット、広報士、医療担当員に加え遭難者を7名まで、 登場させることができた。ダンボシーガル。ありがとうございます。